にちは。今日はこちらのペラフレーム口金、ね、この可愛いガマ口を使ってね、あの白のビーズでガマ口を作ったら可愛いんじゃないかなと思ってね、白のビーズでやっていこうと思います。でちなみにこういう感じですよね。なんかでそれに使うのに、あのキャンドゥで購入してるビーズを使っていきます。これがね私も大好きで、あのあったらある分買ってくるぐらいいつもこれ買ってるんですよね。白のめちゃくちゃねキラキラしてて、これでねガマ口を作るとすっごいなんかね豪華な感じになるんですよね。でねそれはちなみに黒もねキラキラしてるからね可愛いんですけど、まあ、今回はたまたま白を使うんで白の紹介したんですけどね。ちなみにあと白と黒と、あすいません大きい音、あとねこの紫も大量に買ってるんですけど、めっちゃキラキラしてますよねこれ。もうなんか見てるだけでも興奮状態なんかやっぱビーズっていいですよね。でこれはね編んでいくんですよ。でちなみにこのケースはセリアで購入しましたね。セリアって書いてるんですけどなんかこれ剥がせばいいんですけどね、感じで、あすいません。で、あのこれに使っていくのに、ビーズをね置くものを置いてね、こう針でこう取っていくんですよね。でそれにすごい大活躍なのが、これもセリアでね購入したんですよ。でね、こうなんか適度にね、滑らない感じの加工がされてて、これも100円ってめっちゃいいですよね。すっごい大活躍なんですよこれ。100円でこれがあるなんてって感じで、それに使うのが、それに使うのがっていうかね、あの私はこのレース糸を使ってやってるんですよいつも。まあ、レース糸もいろんな糸、あの色があるので、まあ、白の時は白で、黒の時はこの種類の黒で、この紫の時はこの種類の紫っぽいものを選んで、でこの糸にこのビーズを通していってるんですよね。でその針をね、100均であればいいんですけど、まあ、探せばあると思うんですけど、まあ、私はたまたまっていうかクロバーさんのキルトしつけ糸、まあね、何のための、 あの針なのかちょっと意味わからないまま買ってるんですけど、まあ、糸を通しやすいっていうところにちょっと魅力を感じて買いましたね。まあ、ちなみにサイズとかこういう感じになってますね。ちょっと長めで、まあ、針の穴がね大きいほどいいなと思って、まあ、そんなにも大きくないのかもしれないんですけど、まあ通しやすいのかなと思ってね。これが、まあ、そんなにめちゃくちゃ太いレース糸でもないから、まあね、いつもこれで通るので、でね、あのこれだけが通ってもあんまり、なんて言うんですかね、意味がないっていうか、結局それをね、あのこの糸を通して、その上このビーズが通らないと意味がないんでね。なのでこのビーズの穴が大きいタイプですよね、それを選んでるんですよ。でもたまたまこれがあって、これめっちゃいいと思って、光沢っていうかね、光り具合がこうおしゃれっていうかね、めっちゃ豪華に仕上がるんですよ。でね、そうですね、あこれちなみにね、ケイトザカストアーズで、かぎ針2号から4号とか書かれてて、インド名ですね。そうなんですよ、こういう感じですかね、メイドインインディア、こんな感じですね。でカラーナンバーが3番ですね、私使ってんの参考までに。でこうやって検索されるとここのお店に行けるので、こんな感じですね。でこれもね、何メーターだったっけ、560メートル入ってるんで、かなりたっぷり使えるので、めちゃくちゃ大好きですねこの糸って感じで、ちょっとやっていこうと思います。
ちなみに今持ってるレース糸をお見せするとこんな感じです。結構ね好きで、緑とかも結構使えるなと思ってね、結構大量に買ってるんですよ。こんな感じで、でこのね一玉を全部巻いた状態がこういうレグラの大きさになるんですよね。なんか中からねこう出てくる糸の方がいいなと思うので、こうやって巻き直したりとかしてるんですけど、でね結構使ったものがこの辺でね、こういう黄色系でまとめてあったり、フレンチとか他でまとめてあったり、まあ、これは違う、これとはね違う種類だったりとかするんですけど、まあ、この辺はケイトザカストアーズの今ご紹介したこの糸と一緒ですね。これはこの辺とか結構使って、なんかねこういう感じにしてますね。赤とかめっちゃ可愛いですよね。ピンク、これは違いますね。これケイトアザカストア、これも違いますね。これ100均で、まあね昔買ったものなんで本当に100均のとかこれこういう感じしかないんですよね。レース糸ですね。でも最近これ買って、これは唯一新しい100均のレース糸かなって感じですね。こんな感じで、こちらも青系でまとめてあったり、紫系、あ、ここもぐしゃぐしゃだからまたね片付けていかないといけないんですけどねでもこうやってまとめてると、まあ、これを入れ直すだけで済むので、この中だけでねぐしゃぐしゃするだけで、こういうまとめた方が気に入ってて、こういうのがね、ダイソーのストレージパックバッグですよね。スライド式のこういう感じになってます。最初にここかぎ針2号から4号って言ってたんですけど、これレース針って書いてますね。私いつもねガマクチャームの時かぎ針の2号でやってるんで、まあ、そういうのでかぎ針って言っちゃったんかなと思って、でね2号でずっとやってて、で過去の動画でね2号で多分やってるんですよね。でちょっとなんかねビーズとビーズがこういつも通り細編みをしていくだけなんですけど、キツキツになるみたいな感じで多分言ってたんですよね。で何ですかね、多分コメントで細編みって2本拾っていくじゃないですか、刺す時に、そこを向こう側の1本拾ったらゆったりできますよみたいな感じで言われてたから、ちょっとやってみたんですよね。でもなんかちょっと違った感じになったので、まあ、それだと号数をねちょっと上げてやってみようかなと思って。まあ、3号もあんまり変わらないと思うので今日はちょっと4号でやってみようかなと思って、4号でやっていきます。4号、はい、ではまず針に糸を通していこうと思います。で結構ねこのまま針の穴が大きいんですけど、いつもね1回で入らなかったりするんですよね。こんな感じでねなかなか入らないので、私はね、こういう時に、このボンドをねちょっとね塗ってみるんですよね。まあこういう感じですよね。ペタッとね塗って、まあ、ちょっとだけですよね。でね先をこう固めるんですよね。ちょっと薄くしてこういう感じでね。でこれでまあちょっと入りやすくはなるのかなって思ってね、いつもこういう風にやってるんですよ。こんな感じでなんかまとまってるからねこう引っ張りやすいんですね。ちょっと出たところをこうやってねいつもやってます。でビーズをね通していくんですけど、でビーズもね結構私はねドバーッとねこうやってやっちゃいます。なんかねこういうすくうものがあったんですけど、まあどっか行っちゃって、まあ、でこういう風にザラザラってやってねこうやってひたすら通していくんですよ。こんな感じでもうめちゃくちゃ時間かかるんですよ。もう今の時点でかなり覚悟してますよね、この時間かかるの。でもなんでやろうかと思ったのかというと、やっぱり時間ができましたよねフリーマーケット行かなくなった分、だから今のうちねこういう時間があるときに
めちゃくちゃ時間かかるものを、やっぱりね、急いだらこうね、いくら時間かけても、まあなんか自分の思った通りにできなかったりするんですよ。こうちょっと雑になったりね、こうね、時間に余裕がある時にこう時間がかかるものをするとね、もう結構いいものができるんですよね、私の場合はね。なんでこういう時こそビーズだなと思って、まあ、これもね、こうやって通しては編んで通しては編んでするんですよ。結局ね、たくさんのビーズを使うんですけど、なんかね、こういう風にたくっていくので、こう一気に大量には通せないんですよね。ある程度のとこまで行くと全部これ編んでなくなっていくじゃないですか。そしたらまたここでカットして、でまたある程度のとこまで行ったら、ある程度の、まあそうですね、なんですか、私はだいぶね通してる方だと思うんですけど、通してまた編んでって感じで、だからその分もめちゃくちゃ時間かかってますよね。編むだけでも時間かかるんですけどって感じですね。だからね、このビーズもずっとね動画で やりたかったんですけど、まあ、できない理由はそこにもありましたよね。編み物だとね、こうなんか手元に持ってきてアップでお見せすることはできるんですけど、ビーズって結構作業が地味だしで、なんか結構こういう感じでね、遠い感じで見るしかないじゃないですか。だからそれもどうなんかなとか思いながらも、でも今もやってるんですけどこれ、でもやっぱりね、キラキラしてるし、まあ絵的にはすごいね綺麗なんで、まあ、ちょっとねちっちゃすぎるからアップにしたところで見にくいんかもしれないんですけどね、ちょっとまたやっていこうかなと思って、過去にもね何個かやってるんですけどね、完成は多分お見せしてないと思うんですよ。まあ、私も過去の動画をね振り返ったりあんまりしないので、まあね、どうなんかわからないですけど、あ、でもこれでもね、やっぱりね、完璧に全部通るかって、やっぱりね、たまにちっちゃい穴の子がいてねなんか入らなかったりするので、それはね、こういうとこに空いてるところに避けて、でもっと針が細いところで使うか、なんかそういうことでね、私はポイしないんですよね。なんかそういうのもなんかね、シールで貼って書いたこといいですよね、穴がちっちゃいよって。じゃあなんか無駄がなくて、これもね100円でだいぶ入ってるんですけど、やっぱり100円でも無駄にはできないですよね、可愛いしって私は思うんですよね。今のところこう順調に全部通っていってますね。でもたまに本当にね引っかかる時はもうめちゃくちゃ何回も引っかかるんですよね。こうやってね何個かこう入れるじゃないですか、こうやってこうやってやっててね、今順調にこう通ってスルーってここだけ溜めて、いっぱい溜めてねで溜めて、でここで詰まったりするんですよ、このもうギリギリのとこですよね。じゃあもうこれを全部抜いて、でこの子を取ってって感じですよね。もうそうなった時はもういいってなるんですけどねいっぱい通したのにみたいになるんですけど、まあそこはね、出来上がりが可愛くなるっていうのを想像すると、まあすぐそのいいっていうのはなくなるんですけどね。私はもうね、こうやって通してる時点でも面白いですもんね。これはこれもね100均で始めれるので、まあお時間がある方はって感じですよね。まあ、でも私もね、まあこれもね円で編んでいくんですけど、そこを円で編んでいって、まあ、ある程度こういう形が決まりますよね。あとはもう立ち上がっていくだけみたいな、そういうところはもうまた時間かかるんで、まあ、コツ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 ね、本当に3、4日かけてやってます。何かと並行でですよね。だからね、今回の動画も、まあ、完成品はお見せできないんですよね、まだまだ時間かかるので。
だから3、4日こうチクチク完成に向けて噛んで、で、まあ、完成しましたみたいなのをお見せできたらなと思って、でもなんかその完成やっぱりね、コメントの中でもあのビーズやってくださいってやっぱりねそんなに多くはないんですけど、やっぱり言われている方もいらっしゃって、だからねちょっとお答えしたいなっていうのもあって、今回ねどういったもので作ってるかっていう、こういうね道具系ですよね、そういうのもお見せしたかったしっていうので撮り始めました。まあね、なんか編み物を他の編み物と並行してやるので、なんていうんですかね、まあ、こう立ち上がっていくところはねずっと同じ絵なので、毎日やってもお見せしてもねまあ絵的にも面白くないと思うし、なので最初ちょっとねどうやって針をかけてっていうところだけお見せして、それであとはもう完成品、あこういうのができましたみたいな感じでお見せしていこうかなとは思っていますね。こんな感じでちょっと進めていきます。でずっとねある程度のとこまでビーズを通していきます、はい、結構通してきました。ここからねずっとこんな感じで、まあ、これだったらね本当に全然足りないじゃないですか。でもねでこれだけあるから、最初にね結構こういうね糸だけの部分を残してるとやりやすいのかなって思うんですよね。なんかそういうのもなんていうんですかね、こうやって編んでいくんですけど、ビーズのとこばっかりだったらねこのまんま考えてもいいんですけど、糸の部分の方が多いんですよ。なので結局ねこれだけ糸をね最初に取ってたとしてもすっごいもうずれていくんですよね、これもずっと向こうに。なんかそういう意味もあって大量に通したらやりにくいんですよね。ね、結局ねここの分をこう持ってくるんですけど、まあ、これもねまあどっちがいいのかって感じですけどね、こういう風に持ってきますよね。でもこれもね何て言うんですかね、糸をだいぶこの分だけでも糸をだいぶ使うので、まあ、たくれていきますね、こういう風に。だからここだけね開けてるこの糸の分もすぐなくなっちゃうんですよ。なくなっちゃうって言ったらちょっと意味が分かるかな。まあそういう感じなんですね。ずーっとたくれていくんですよ。もうまだまだいきますよね。多分ずーっとずれていくんで、糸の方が多く取られていくんで、まあ、その説明がねちょっと分かりにくいかもしれないですけど、まあね最初はこういう風にねこれぐらい取ってこう置いときますよね、こうやってね、輪から始まります。私はでずーっとねこういつも通りここはこうやってね取っていくんですよね、こうやって。で輪の中に細編みを6回していくんですけど、その細編みを6回するところからもうビーズを入れていくんですよね。今何してるんかって言ったら、いつものね引っ張りやすいように中の糸を出してるだけなんですけど、でねちょっとこうやって持ってきますよね。で持ってきて、でねここでこの状態にしておきますよね、ビーズを。ちょっとやりにくいんかもしれない。で立ち上がり一つでいつも通りねこう細編みをしていくじゃないですか。で細編みをするときにこう針を刺したときに、何て言うんですかね、こう針を刺したときに一つねこのビーズをこの爪で私は寄せて一個だけ、でここの糸を引っ張ってきてこうで普通に細編みするんですよ、っていう感じ。そしたら1個ここに入りました。これをね繰り返していくだけなんですけどね。で針入れますよね。入れたらこのビーズを針で1個だけ寄せてきて、で糸だけをかけて、でこうね細編みをします。
これをねずっとひたすらやってるんですよね。でこう針入れて爪でビーズをこう一つだけ寄せてきて、で引っ掛けて、でここでこういう風にしといた方がいいですよね。綺麗に出来上がります。なんかグネってなるんですよ。なんていうんですかね、ビーズがこう横倒しのまま完成するので、まあ、気になる時はこういう風にねやって、でこう普通に細編みして、今3個目入りましたよね。で次4個目、こうビーズを1個だけ入れてこうね引き抜いて、こうですよね。4個目、5個目、で6個目、こういう感じになるんですよね。ここをねこうやってだからして、何ですかね、爪で直していった方がいいですね。今何個目かな、1、2、3、4、5、あと1個ですね。まあここが邪魔だったらこうねしっといてもいいですよね、まあ、そんなに必要じゃないんで。でこう針入れて、で爪でこうビーズを押さえときながらこう引っ張ってきて、こうですね、こんな感じで。で6個入ったのを確認して、1、2、3、4、5、あら7個入って貼ってたんですね。6個で1、2、3、4、5、6、6個でしたね。そしたらここでね絞ります。いつも通り絞りますよね。そしたら1段目はこのまま、いつも通りね 1、2、3、4、5、6 で6個目のところにこう針を入れて終わらせます。あ、これもねちょっと最初はねやりにくいと思うんですよね。でこう引っ掛けて引き抜きますよね。で立ち上がり1つ、で次からは本当に円の編み方で増やしていくんですよ。でその時も全部ビーズを入れながらだから、ビーズを入れながら数えながらだから、本当にねゆっくりやった方がいいと思います。わーってなるんで。で根元から2個ずつ、1つの細編みに対して2個ずつ入れていって増やしていきますよね、2段目は。でね、まあね入れにくいんですよね、号数を上げてもねちょっとやりにくいんで、2号とか3号でやってる時は本当にねキツキツで、1回、まあゆったり編みますよね。何でもそうだと思うんですけど、で2個目入れますよね。こういう感じで入れますね。スーッとね1つに対して2個ずつ入れていきます。この段は本当にね円の編み方はね何でも使えるんで本当に便利ですよね。こういう時でも役立ってますもんね、増やし方。一応上に貼っておくんですけど、やっぱりね何回も動画をそこにのね円の編み方って多分ね何ていうんですかね、自分の中のこう暗号っていうか、そういうの決めておく、決めて書いておくと、こう一回一回ね動画見なくて済むんで、なんかメモしておくことがおすすめですね。一緒なんでその円の編み方は、ね、こうなんかねその円の編み方を見てからまた動画返ってくるっていうのは多分ストレスになると思うんですよね。なんで極力そのめんどくさいのを省いていきましょうって感じですよね。8ですね。これもね後でね数えにくかったりするんですよ、この編み目がちっちゃいからね。
それこそなんかコメントで書かれてますけど、葉月なんとか書けないとね、見にくいから。めっちゃ面白いですよね。なんか丸で、あのこう丸で書いて葉月丸べみたいな感じで書かれててね、めっちゃ面白いので書かれてましたけど、本当それ必要ですよね。なんかあんだけ宣伝されると、どんなもんやろうってちょっと気になりますよね。でなんか踏んでもなんか壊れないみたいなねすごいですよね。メイドインジャパンやし、こういう感じで16個、また16個とか言って12個やってきました。そしたらね、私これ何回もやってんですよ。何回もやって、普通だったらね、ここにはビーズ入れないじゃないですか。こういう引き抜き、次引き抜きなんですけどね、普通にこうやって引き抜いていってたんですよ。じゃあここがね、あの立ち上がりのとこ全部ビーズない感じで、一つ分ぐらいねビーズない感じで、あの出来上がっていって、えってなって、だいぶ編んでからですよ、えってなって、だからここにもビーズいるんだと思ってね。なんであの今最後終わってるんですけど、このね引き抜くときにこうね針入れますよね。そしたらここでね、この引き抜くときも1個ここに入れるんですよ。入れてこうね引き抜きます。こういう風にで立ち上がり一つ、こういう感じにしたらね、あの綺麗に出来上がっていくんですよ。なんでここも最後忘れずに入れた方がいいですよね。いや本当にショックだったんでね、それだいぶ編んでから、まあ、見直してやりましたけど。なのででね、まあ、ここからはずっとね10段目まで、まあ、10段目かわからないですけど、ちょっと増やしていこうかなと思います。この口金に合うまでやっていこうかなと思います。ちょっと編んでみました。すごいね柔らかくていい感じだなと思ったんですけど、なんかちょっとね穴があっちこっち気になるなって思ったので、やっぱりね間を取って3号でやり直していこうかなと思います。はい、いやでもね4号で編んだらこういう感じになりますっていうのはちょっとお見せしたくて、まあちょっとだからあんまりわからないかもしれないですけどね。こうやって引き抜くときにね一つずつ入れていくんですけど、この段からずっとね、あの立ち上がりのところもで一番最初だけは入れないですね。はい、そういう感じでやっていきます。はい、ほどいてたんですけど、ここが一番わかりやすいかなと思ってあえて動画にしてみました。こういう感じでね、もうほどいてるだけでこれぐらい、ビーズに対して糸を使ってるんですよ。なのでもうすっごいたくるんですね、本当にずっと。だから最初に取ってた何にもビーズがついてない糸の分は取っといた方がいいっていうのはこういうことなんですよね。こういう感じで糸をだいぶ使うので、こんな感じになっていきますね。こうやってずっとやっていきます。はい、ここまで編んできました。すっごいいい感じになったので、3号でずっと編んでいこうと思います。で糸をね最初に取った部分まで、でここなんですよ、ギリギリまで来てずっとね、でここまでしか編んでないのに、もう最初の取ってた糸はねもう全部使っちゃってる状態ですよね。なんでここからねまたたくっていかないといけないんですよ。まあね、こっちの糸を、まあ、だいぶ取っときますよね。でね、すぐねもつれちゃうんで、まあ、だいぶ取った上で、本当にねここからはねまで本当に地味なんですけど、まあ、大体ね私はもつれないようにこれぐらいをずっとね先に送りますよね。まあ、だいぶ取ってる方がいいですね、最初から。こういう風にこういう風になるので、途中で編んでる途中でこういうのが一番めんどくさいと思うんですよね。でね、なんか私もめっちゃめんどくさがりだから、もうこういうのが本当に嫌で、でも嫌なんですけど何回もしたくなるぐらい、もうなんかやってる時は楽しくて、
なんだよね、なんか可愛いのができるっていうのが分かってるから面白くてやっちゃいますよね。めんどくさい。でここでね、ほんでってここで絡まったりとかするんですよ、もうって感じ。ね、絡まらずにね、言ってくれたらいいんですけど、こういう風にね、なるんですよね。なんか、だいぶ送っといた方がいいです、こうやって。本当にね、そんなにめちゃくちゃビーズ通してないんですけど、糸をさっきお見せした通りね、あの糸って言ってますけど、レース糸ですよね。レース糸をだいぶ使うから、この状態でね、ずっとやってるんですよね、こういう風に。ね、またこれがなくなったら、またビーズ通しての連続ですよね。そうね、本当はね、1日で完成させたいんですよ。でもやっぱりね、飽きてきちゃうんですよね。大量に編んでいかないといけないし、大量にビーズを通していかないといけないしでね。で、またこうやって送った状態で、で、またこういうとこからね、取ってきて始めるんですよね、こうやって。この繰り返しなんですよ。でもこうやって詰まってきた時に、だいぶね、こうやってやってると、またここも結べそうなんですけどね。こうずっとね、ちょっとの間は、楽しくやっていけるのでこんな感じでずっとやっていってます。で、今度こそはこのサイズに合うところまでやっていこうと思います。でね、このプラのガマ口、全然手に入らないよって方がね、結構いらっしゃって、でね、私たまたまなんですけど楽天で見つけたので、ちょっとね、下の概要欄っていうんですか、概要欄じゃない、下のとこにリンク貼っておくので、もしよかったら、全く一緒じゃないんですけど、すごい似てるものがね売ってたんで、でね、税込みいくらだったかな、税込みで、98円、1個98円でね。でもこのサイズはなんか結構人気なのが、3色しか残ってないですよね。全部で10色あって 8.5 センチ、これがね、何センチかな、これがどっから測っていいかな、 8.5 センチぐらいですかね。どっから測っていいかわからないんですけど、 8.5 センチって書いてます、私が見てるのもな。でね、この大きいタイプもあって、そっちはね、今どこだったかな、結構長いタイプで、そっちは1個100税込み197円で、で、こういうカラフルなやつですよね。もう本当に似てます、これは。で、大きい方は両方にね、引っ掛けるところがついてて、これも10色あって、約 20.5 センチらしいんですよね。もう結構大きいものですよね、 20.5 センチだから。おー、こんな大きいものでしたね、ガマ口。なんかちょっとね、気になってて、私買ってみようかなと思ってちょっと思ってるんですけど、こっちの大きい方はね、結構選びたい放題っていうか、今のところね、数もめちゃめちゃあるから、黄色、オレンジ、赤、緑、水色、青色、白色、茶色、黒色、ピンクがあります。で、全然売り切れがないんですよ、その長い方はね。で、こっちの、タイプは私が見る限りはね、今の状態では3個しかないですね、その色、選べる色が。そういう感じはね、ちょっと下に貼っておくか上に貼っておくかしておくので、見られたい方はそちら見ていただければと思います。では、この円をね、ここまで、なるまで編んでいきます。今13段目まで編んできました。で、こういう感じなんですよね、今ちょっと小さめかなと思って、ガマ口にしてはこんな感じでね、結構ガマ口の方が大きいので、ね、ちょっと今回はミスっていうか、自分のね、分かる感じで描いたものを描いてみました。で、13段目まで編んだんで、
今一番最後終わってるのが根元から増やし目で11細編みで増やし目11細、細編みの増やし目っていう感じね。一周終わってます今。でもう一段増やそうかなと思ってもう一段ね、根元から6細編みして増やし目で12細編みして増やし目で12細編みして増やし目っていうのでね一周やっていこうかなと思っています。それでちょっと様子を見てこうねやっていこうかなと思います。こんな感じでちょっと1段増やしたんできました。これでもちょっとねちっちゃいかなって思ったので15段まで編むことにしました。根元から増やし目13増やし目13増やし目でずっともう一段やっていこうと思います。今ちなみにねこういう感じなんですよね。もうちょっと足りないんかなと思ってこんな感じでこれぐらいがね足りてないんですよ。なのでもう一段ちょっと増やしていこうと思います。2個入るところの15段まで編んできました。こういう感じでね結構やっぱり3号でやった方が私には良かったですね。でもこれもね編み方とかそういうのにもよると思うのでまあ私みたいに最初の私みたいにねこうちょっとずつ試してみてこう編み地を見ながら号数を決めていただければいいなと思います。でこういう感じでねもう私はいけるかなって思うのでちょっとこのままずっとね増し目なしで編んでいこうと思います。で今日はね結構時間経っちゃったのでここで今日は終わりなんですけど最後までこう 長い動画になっちゃったんですけど見ていただきありがとうございました。